おいのです。ゆうのです。かなはです。今日はこのあちゃんと質問コーナー。インスタで質問を募集したので、はい、今日カラオケに参るんですけど、はい、答えていきます。どこが入ってるか他の人も。うん。知れないけど気にしないでください。はい。じゃあ答えていきます。はい。MBTI は、うん、言おうと思ったよ。MBTI は ISFP 多分。ISFP。一緒なんだ。一緒です。へえ、すごい。私は INFP です。おお。N 違いだ。でもアイナの MBTI は推しと MBTI が最悪だから変えたい。無理やり変えていくから、ね。嘘ついた。うん。ダメだよ。3人のユニット名は？ユニット名、やばい、ユニット名やばい。サイズみたい。ユニット名？ユニット名は考えてください。告白されたした回数両方ゼロ。え？両方ゼロ。両方ゼロ。ほのはちゃん告白したっけ？私もゼロ。両方ゼロしない。あいみおちゃんはこのはちゃんと取り合いしますか？するよね。え、するの？取り合いするの？たまに。たまにするの？しないでしょ。しないかな。お互いの第一印象。最初どうだったんだろう。なんかちゃんと愛用って認識してあったのは、うん、撮影かも、うん、撮影だった気がする。なんか第一印象、え、かわいいと思って。同じで、そう、それかわいいと思って。うん、かわいい。このはちゃんだって思った。やば。3人の関係性は WW。 笑ラフっていうくない。推しです。推しです。そうです、らしいです。MBTI の相性どう？え、いいんか、調べてみて。ISFP。ISFP。IS。は、結構いいかも。INFP。全部嫌かな。2番目に相性がいい。イェーイ。イェーイ。でも、INFP の方を見たら入ってないの。え？なんか普通みたいな感じの前に見てた。夏休みの宿題終わった？1ミリもやってないです。なんか、やろうと思って机には置いたんだけど、なんか何もしない日って暇だなって思うけど忘れちゃって、なんかもうやってないやば。今、やばいな。やる気もいらない。おばあちゃんにやるって言って1問だけやったけど、やってない。やってない。その夏休みが明けたらすぐ期末テスト。初日もあるよね。中間テストの点数が公開できないほどやばかったから言えない。ゼロ。ゼロ点。いや、ゼロ点は嘘。100点中。いや、500点中は10点とか。いや、なんか前日とかに勉強して、で、なんか望んだら大丈夫だけど、寝ちゃうから。みも寝た社会で。そう、テスト中に寝落ちしちゃうから。点数がない。アイナは、前日に2時間ぐらい勉強したけど、1問も出なかった。やばい。LINE の友達何人？どう？何人だろう？何人だろうね。70人。たぶん24人くらいなの。私は56人です。あ、アイナが一番多いかも。事務所の人とか、事務所の先輩とか、あとはもうキューガルの子たちとか、そういう子ばっかだな。なんか勝手にグループラインから追加されたりする。ああ。え、それ OK しちゃってるってことじゃないの、友達にね。確かに。コマナちゃんにその妹にするならアイミはどっち？やべえ。違う、さっきね、これね、ぶっちゃけ、あやちゃんとみなちゃん、どっちが好きですかって聞かれてたの。
いやだと思って。全然違うもんね、そういう時その母ちゃんの眉毛。そう、なんかやっぱ被ってるもんね、だいぶね。なんか親しい友達あげるじゃん、よく2人とも、なんか結構面白いことあげてるなと思って買ったり毎回。いや、ほんとにこの母ちゃんの基準緊張するよね。なぜ推しだからの推しだからね。同じような人もいるよ。なんかさ、好きなところお互いに30個とか無理じゃない。やばいね。コマちゃん100台出したらどんぐらい可愛い？まあ、もちろん100だよね。やば。好きなカラコン。もう今は持ってないけど、一番好きで買う予定なのが、ハパクリスティのなんとかなんとかブラ。なんとかなんとかブラ。茶色いやつ。ハパクリスティの茶色なら何でもいいです。何でもいいんだ。何でもいい。ビビアンのアッシュかスワンブルーのです、うん。ちっちゃいやつが出てるのでそれです。私はラルムのメロワチョコですけど、黒コンが欲しくて、でもなんかキャンバスとかはでかいから、でかい。白目なくなる。他の黒コン欲しいなって思ってます。でかくないやつ。椅子教えてください。あ、前つけてて可愛かったのはキャンマジのモモピンクがめっちゃ可愛かった。好きなアニメキャラ。好きなアニメキャラ、クリバラの白玉みかんちゃんと卑怯院響きが好きです。すごいね。はナナの匠と、あとクリパラのアロマちゃんが好きです。最近はコナン熱い。コナン熱いです。一回も見たことない。え、マジで面白いよ。好きな曲。好きな曲、ワンパクトさんのデジャブです。あれ韓国語で、そう、推しです。推しグループ好きで、日本語だったらローリングサンダーガールっていうやつ好きです。これです。どれの？あ、セイコちゃん。これです。ミックシュートのジェルシュース好きです。EI のシュガーボムっていうサブ曲らしいです。違う。身長差は何センチ？154です。え、4センチ差だ。おお、そんな変わんないけど、なんかすごいちっちゃく見えるよね。初恋エピソード。え、初恋はしてないですね。いや、もう絶対嘘。絶対嘘。初恋はしたことないです、まだ。でもない。あ、忘れてた。コンハちゃんに誕生日プレゼント。選んだ。ありがとう。開けくりました。かわいい。マイメロ。ゲーセンで撮ったんでしょ。え、かわいい。ありがとう。やった。飾れます。私は、お願い何お願い。お願いって何。どうぞ。ありがとうございます。え、すごい。え、見ていい。素敵。ティアラ。え、なんでティアラ？お願いで。お願い？かぶってもらって私が写真を撮るっていう。私へのプレゼント。私へのプレゼント。え、箸。え、私。さっき箸折ったの。お。で、新しいの買ったんだけど。前目のことだなと思って。やった。かわいい。嬉しい。この前目のやつが折れちゃったから嬉しい。え、なんか全部マイメロじゃん。すごい、全部マイメロなんだけど、これすごいマイメロだ。使います。ありがとう。え、え、待って、すごい。え、待って、すごいマイメロだ。クッキーかわいい。これ写真撮ろう。かわいい。ありがとう。あ、クリバイス。あ、お世話になった。好み鳥ヘアプリート。ありがとう。え、使います。え、すごい。なんかすごい良さそう。毛
私はちっちゃい時に保育園が同じだった子がいて、でなんかその子は私のママとその男の子のママが仲良かった。でそれでなんか結構話したりとかしてたんだけど、卒業の前に編入しちゃってなんかもう会えなくなった。そうね、切ない。そう、けどなんか別に感動した。そう、仲良しに泣いてる。え、なんかさ、おままごととかさ、なんか戦隊ヒーローのさ、なんかごっことかやるじゃん、うん、それで私はあのずっと悪役をやってたの。やってあげてたの。優しい。そう、けなげだった。仲良しだったね。それかもしれない。ロングとボブどっち派？それは女の子。女の子じゃないだって。ロングですね、絶対。でもロングです。自分はロングかも。あの、聞いてほしいの、あのさ、こなつちゃんがさ、ボブにしたじゃん。可愛すぎて。ちょっと可愛すぎて。今日、こなつちゃんの誕生日だから、なんか LINE して、可愛すぎるせいな感じで。マジで可愛い。え、ロングだったかな。カレーかも。異性がしてたらなえる行動。カエルか的な。そう、カエルかみたいな。あんまりそこついて食べる。指挟まれそうしながら言うでさ、観客席に反応出てたらお尻反応その場。お尻目になる。鼻をほじってたっていうか、なんか書いてた、なんかそこで目みたいな、目が、やばい、目みたいな目があって笑われます。いや、あ、でも思い慣れてるじゃん。あれは店員さんに食べる人が、ああ、ちょっとキモいな。なえる、なんかあんまないけど、なんか LINE でギューとか、なんかやってる。ちょっとムーとか。え、ムーって何？ムー。ムーやばい。なんかギューとか、なんかチューとかやるんですよ。好感を買ってくるみたいな。そう、やる人いるんですよ。いますよね。よくよく考えたら、キモいなって。うん、好きなタイプとか？塩顔の身長ちょっと高めで、ちょっとだけ筋肉、ムキムキ。ちょっとだけ。で、顔が長い。はい。細まっちゃう。細まっちゃう。手とかゴリでかい人めっちゃゴリゴリは、手を広げながら見てる。今次はやっぱ顔が良くて優しくて礼儀正しい。あ、それは何？なんかタイプは特にない。特にないです。好きになった人だと。そう、ツンデレかデレかみたいな。ツンデレ、絶対ツンデレなんだけど、みんなには常にけど自分だけ出るみたいな。でもそれはなんかデレデレになっちゃわない？確かに。デレデレじゃなくてあれだろ。いや、わかんない。ミオは？どっちは？じゃあ、デレデレ。じゃあ。そのデレかな。学校で鼻がかゆいときどうしてます？かいてますね。次かくよね。こうやってやってみてください。友達に眉毛触られたら切れますか？切れない。別に、でも顔触れるのはいいかも。え、全然大丈夫。もう厚塗りだから触られたらそこだけ黒くなる。なんかメイクの時は、あ、別にいいかも。なんかこうやってやられるたまに。ねえ、それ私にやりたい。心の中じゃ綺麗けど今ありません。え、うちだって触っちゃうの、下の顔とか。眉毛が嫌かも。白くなる。固めてたらね、嫌だよね。そんな嫌だ。そう、ハンターハンター見てない。見たことない。ごめんなさい。好きなアイドルのは
誰が好きですか、その中でどの曲が好きですか。私の好きな K-POP グループはワンバクトさんっていうグループなんですけど、憧れの日ですね。ワンバクトさんのさっき言ったデジャブっていうのと、もうすぐリリースされる待ってた君はっていう歌が好きです。韓国のタイトルです。ニヤリ、うん、そうだよね。そうです。ニヤで好きな曲は違う僕と、あとリリースされてないニヤだとトリシック、チョッピーチョッピーが好きです。アイライフさん、うん、好きです。好きな曲はいっぱいある。ニジプで落ちた推しがデビューしたから、あ、パリ応援したいな。たまに、うん、キューティーストイブ、キューストキュースト、プルタの本当に可愛い。で、最後スクショタイムです。スクショタイム、スクショタイムします。はい。近く行く、うん、ですよな。でした。はい、ね、どうでした。この2人がちょっと緊張してるからさ、そうだね、ちょっとあの肩の力抜いて、本当ならもっとラフに仲良くなりたいのか思うけど、マジで世界で一番先週かも。本当に絶対これから遊ぼうね。ということで、はい、質問コーナーでした。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。バイバイ。